はいどうもこんにちは、ホステルと申します。プレイステーション4で Days Gone プレイしていきましょう。ブーザー君がリッパーとかいうイカれた奴らに腕に火傷を負わされて、薬と鎮痛剤を取りにネロの検問所というところへ向かわなければならないというところからのスタートなんだけれども、早速これ降り方わかんねえわ。おい、はしごとかどっかいねえのかよ。これここが我々のアジトっていうことかな。こっち？あ、階段あるわ。くそ、ブーザーの腕はあのままだとまずいな。そうだね。どうする？薬とか探さねえと。早く治してあげないと。痛々しいわ。至るとこにアイテム落ちてんな。しっかりと押さえとかねばなるまい。そこにもアイテムが？バット。目的地はしっかりと表示されているのはありがたい。あ、ガソリンの給油もできるっていうことか。ただ、とにもかくにも自分のバイクがないから、今は。あ、乗れるのか？だけど。アジトのゲートを素早く通って敵の侵入を防げ。暗くなる前に、俺のバイクは取りに行かねえと。これはブーザーのバイクか。結局乗れないってこと？雑草。何かしらに使えそう。種類いろいろあるね。薬効とかあったりとかすんのかな。取れるものは取っていく。ふむ、医療キットもクラフトできるんだ。ただクラフトするのに必要なアイテム。あ、表示されるね。やっぱりこれレシピがないとダメなのかな。医療キットの作り方がわかんない、表示されなくて。で、目的地がこっちの方角なんだけど、岩に囲まれてて先に行けないよね。ゲートから出ればいいのかな。ここは出れないよね。じゃあブーザーのバイクが置いてあるところから出て回り込むようにして向かおう。で、自分のバイクがないから、なんだ、何、あ、人は。ブーザー、起きてるか。起きてるぜ。どうした？アジトの近くをうろついてるやつが。一応連絡は取れるんだ。なんだと、何のために。わからない、後をつけてみる。近くに仲間がいるかもな。じゃあまた。しっかりと距離が表示されてるのはいいよね。見失ってもすぐに発見できそう。アイテムある。あれ、この辺だよね。あ、クロスボウのボルトを作成できる。はいはいはい。けどその肝心のクロスボウがないよね。どこまで行きやがった。定期的に R3 押しといてアイテム回収していった方がいいね。まだ何に使えるかも分かってないけど、開けられる。よいしょ。この辺の車のボンネットとかも、サプレッサー装着。なるほど。え、R2 で付けられるとかって書いてなかった。あ、R1 か。サプレッサーにも耐久力あるんだね。野党のキャンプを制圧する。これは6人いるってことか？わかった。マーカーをつけるね。これは前回やりましたね。あ、俺たちのことか。マジかよ。いい場所だった。今回問屋、柵まであったぞ。奪っちまおうぜ。ああ、そりゃいいや。暗くなるのを待って、突っ込もうぜ。残念ながら、もうこっちのもんだ。もう先に攻め込んできてるけどな。一人は怪我をしてた。心配いらねえ。たく、ふざけやがって。
時間経ったらこいつら行っちゃうのかな、もしかして。よう。どこだ、あ、いた。来るな。来るわ。どういう風に立ち回ろう。敵の視界の範囲がどのぐらいか分かんないから、何分。頭数を把握して制圧していこう。向こうの方にもいるのかな。ズーム何段階？ 3 段階か。あいつでしょ？ 6 人目が確認できないな。とりあえず、隠れながら、向こうを向いてるやつから倒そうか。あ、いた！よし、これで全員の居場所を確認した。一人ずつ倒すぜ。なんだ？まあ、もらっとくか。下がるぞ。下がるぞ。やっちまった！ステルスキルは三角ボタンだったわ。俺普通に近接攻撃ボタンを押してた。弾が切れそうだ。いって、あ、食らうな。いって、あ、こいつ女か。やろう。おのおの。発見されたらアイコンのマークが変わる。見えないところに逃げて隠れろと。分かった。茂みにいよう。ステルスキルの操作間違えちゃった。普通に近接攻撃のボタンを押してたね。俺茂みに隠れてるけど。アイテム持ってるか。布、弾薬取れない。岩の向こう側にいるな。今これ居場所上がってない状態かな。狙撃できるか。索敵状態が解除されないで、ね、アイテム結構落ちてんな。前へ行こう。詰めよう詰めよう。場所は把握してるから。あれ、俺医療キット使っちゃった、もしかして今。おい、ここだ。あ、見つかってる。当たんね。ダメだわ。一回引くわ。黄色いのが警戒状態になってるってことかな。見えてる？
茂みに隠れたら意外と早く見失ってくれるみたいだね。植物落ちてるわ。誰だ？顔がうねうね動くせいでなかなか狙いつけらんねえな。警戒状態解除されてんのかな。これ1回で 4% サプレッサーの耐久力減りましたね。距離が離れたところで詰めよう。あんた、ごめんね。消毒液持てない。当たるのかなこれ、もしかして。たま、やらず。いて。どこだ、あ、いたいた。動かねえのか。おい、ここだ。狙いつけにくいんだ。こっちの体力も減ってる。今ので当たってねえのか。瀕死の重傷だね。わあ、痛み分けか。最後だな。つけて来やがったのか。ゴロツキどもが。オリアリーゾンに来たのが運のつきだ。ブーザー、キャンプを見つけた。どっかのドリフターどもがアジトを狙ってただけだ。やっぱり潮時だな。本気で北に向かうべきだぜ。そりゃお前の腕が治ってからじゃないと無理だろう。俺はバイクを取ってくる。じゃあな。自分のバイク取りに行かないといけないので。これ敵の銃とかどうやってこれ拾うの。もう持ってるから拾えないってことかな。自分のバイクのところに行かないと。手こずったなぁ。フリーか。あれのこと？あ、敵か。あ、結構いるな。集落じゃないところにもいるってことか。じゃあ銃にサプレッサーついてるし、遠くから数減らしていくか。敵の耐久力結構高いな。走行してるうちにかなりサプレッサーの耐久力使っちゃったな、これ。バレてる？場所。あっちもいる。周りしっかり見ながら行かないといけないね。そばにいるわ。詰めるか。敵が一体のうちに。やべ。見つかっちゃった。やろう。あ、腕取れた。かわいそう。ごめんね。他のやつには見つかってないのかな。あんまり目は良くないのかな。結構近づいてるけど。あ、バレたか。あれ？早く戦闘になれないと。命がいくらあっても足りないかもしれない。
そうこうしているうちにブーザーの体力が。あ、見つかってるか。流れるのは連続攻撃だ。うわ、グロッ。コロコロ首が転がってきやがった。目的地に向かうか、遊んでないで。来てる？あ、なるほど。天候が悪いおかげで、敵に見つかってないってことか。なるべく敵は倒して、成仏させて、やらねばなるまい。この人たちも多分被害者だから。何してるあれ。あ、共食いか。敵の死体をおとりで使うこともできるかもしんねえな。そうなってくると。経験値手に入ってるから、多分右上経験値だよね。EXP とかって出てきてるから。見かけた敵は、処理しながら行った方がいいのかもしれない。ひでえ雨だな。大きな地図ってどうやって出すの？ミッションとストーリー、所持品、地図は？インベントリーの使い方がまだよくわかんない。降りやがって、雨にはうんざりだ。いや、恵みの雨だわ。敵に発見されにくいからね。なるべくスタミナ使わない方がいいかもしんねえな。こっちで間違いないはずだが、いざという時にスタミナ使えないときついものがあるかも。何？どこ？敵の気配が。あ、いるわ。よいしょ。一体一体だとそれほど脅威じゃないけど、集まってくると厄介だな、多分これ。近づいたらしゃがんで、あれ、これ今来たところだよな。敵復活してねえか。見つかった？茂みの中にいてもあまり近づきすぎると見つかんのかな、これ。一体一体おびき寄せて始末していく。腕の関節おかしくね、それにしてもこいつら。なんで同じルート辿ってくんの。換金アイテムね。耳はどのぐらいの値段で換金できるかわかんないけど、集めておくだけの価値はあるのか。ここも茂みなのかな。あ、見つかってない、見つかってない。いけるいける。結構これクリアまで時間かかりそうだな。すごいゆっくり進行だね。長々とお付き合いいただければありがたいかな。目的地まで160メートル。走行してるうちにどんどん敵湧いてきてんな。見つかってる？見つかってないわ。バイクを探さねえと、そううまくない。バイクを探すことよりも殺戮に集中している男。あそこにもいるね。あ、これだと発見されるかな。お、アイテムでは？ゲットゲット。近い近い近い。どこどこどこ。よいしょ。こっちにも一体いたよな。いるわ。35% とかっていうのなんだろう。レベルとかあんのかな、もしかして。どんどんバイクに近づいてきてる。フ
フィールドの広さってどのぐらいなんだろう、このゲーム。この近くのはず。さて、一体どこだったっけか。ま、マーキングされてるけどな。植物。こういうのはありがたい。ここだ。ここに置いてったはずだ。救急車開けることできるかな。あ、できるできる。一定時間経ったら中身が回復すると嬉しいんだが、このトランクとかは開けられるね。まさにサバイバル。何これ、弾薬？あ、違うな。なんだろう、布？包帯？よくわかんない。まあ、とりあえずアイテムはマックスまで持っとこう。で、バイクね。あれ？なくね？バイクがない。やられたか。くそ！コープランドの野郎！誰誰？コープランドの手下か！このバイクはどこで？敵？待てってんで！この野郎！バイクだけ取ってねえよ！誰だあれ？殺したりしねえから止まるってんだ。おい、いいからバイクを返せ。クズ野郎、そんなに殺されてえか。見失ったらゲームオーバーとかないよね、大丈夫？ブーザー、聞こえるか。見つかったか。いや、オープランドの手下に盗まれた。今追ってる。じゃあな。そしたら、あ、フリーガーもいる。そしたら一回切りましょうか。時間いいところだし。次回引き続きどんどん追ってくね。ご視聴ありがとうございました。